綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、では残り3ホールですね。今は2対3 2対3、あ、で最終ホールは得点が取れればそのホール倍なんで、はいはい、逆転も十分ある。そうです、もしかしたら最終ホールが勝負なのかもしれないよね、うんうん、お互いねここまでバーディーないと思う。そうですね、バーディーそれは取りたいです。それやんないとね、ちょっとそこ大事、ね、やっぱり対決もそうだけどね、ちょっとバーディー目指して頑張ります。わかりました。ショー、うん、ありがとうございます。ショー、ショットのさ感じるさ、ランディングからさ、残るよね。結構残りますね。練習場の読み通りだよね。うん、35。でも結構打ち上げです。フォローですけど、しっかりバンカー取っていきたいので、7番でしっかり打っていきます。バンカーの石か見せて。好きだな。今日は私のバンカー。バンカーだ。上り込み132。迷うな。でもちっちゃいので言ったらなんか今スズネッチがバンカー入ったから。いやちょっと。7で。したのもあるけど。7でピン、まあ、ピン直もうちょい、まあ、とりあえず乗せたいっていう。今ちょっと左を狙ってしっかり同じ段に乗ってる。ナイス、ありがとうございます。ですどうだろう、いいとこかな、なんかチャンスについて。ピンチですよ。ゴミ石かぶせて、ナイスアウト、ありがとうございます。いやこれちょっとセカンドミスですね。のバンカーは見ていけなかった。うん、じゃあ、はい、一応パです。パです。でも2点が欲しかった。え、来たのよ、さっき。
なんですか、これは数字との戦いじゃなくて自分とのこのパターンの戦いだって名言残してたんですか。そう、ね、残してた。あのこそっと一人で言い聞かれてた。いやでも惜しかったですね。でもやっぱりスズネッチがパター上手いからやっぱああいうプレッシャーがかかる、なんて言うんだろう、あ、いやいやいや、これあんまり強気で狙ってってスギパットしたらスズネッチでもあれぐらいの距離入れちゃうもんねみたいな。いやいやいや、やっぱね、そう上手いからね、じわじわと私の中にスズネッチが来てますか。いや嬉しいな、なんかプレッシャーかけられるんだな。でも嬉しかったな。華麗なる逆転をしたかった。170ヤード4ユーで行きます。めっちゃいい。止まって、あーちょっとこぼれちゃった、ちょっとこぼれた。いや、いい感じでしたよね。いや自分的にはかなり今日のショットの中で一番良かった。大丈夫じゃないの今の。すいません。バンカーみたいな。グリーンボックス。バンカーに呼ばれてる。いやいやいや、本当に。マジで頑張ろう。今日何回やったんだろう。ああもう切り替えるしかないよね。はい、変えます。難しい、ちょっと上がって下る。パター使いたいんですけど、めっちゃどこのだろう、どんぐりがどんぐりが埋まってるんでやめときます。50度で数とかはじゃあもう消化殺すピン切る位置今日すごい。確かにすごいですね。こんな近いところからパーが、いやでもこれ難しいですね。パターが無理。なんかね、どんぐりが。ね、なんか、ね、やられそうだよね、どんぐりに。最終ホールですね。最終ホールですね。最終ホールに。パーが。今、足。本当になんか、いい勝負になって。いい勝負になりましたね。
よいしょ。ありがとうございます。ナイスです。まずティーショット成功。大丈夫。とりあえず残った。しまったな。スプーンでいきます。ありがとうございます。なんかもうね、ちょっと見えないけど、すごいいいとこだけ。あ、本当ですか。いやもうそっからが見えてるのかと思ってたんだけどなんかもう暗いからちょっと、いやなんかもう、ああ、でも飛んでった方向的に絶対悪いことになりそうな感じじゃない。あ、はい、どうでもね、これすごい5番ウッドでこぼれちゃいました110ヤード9番ヤードうん、左端あ、近づいてきた。すごい。ナイスナイス。ちょっとラッキー。ちょっと近づいたかも。ラストバーディーに向けて。バーディーでしまったで。です。終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。たらちょっと移動して。あ、そうですね。結果を。はい、でも二人してバーディーなしで。なんか悔しいな。バーディーってなかったし、なかったし。そうね。
またリベンジ、これもそうですね普通にリベンジしたい別の話はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。したリンゴルフアレンジマッチプレー対決、伊藤カーナ選手対中谷涼音選手、結果を発表したいと思います。まず伊藤カーナ選手獲得ポイントが5ポイントです。はい、中谷涼音選手獲得ポイントが3ポイントです。はい、勝者伊藤カーナ選手です。イエーイ、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう。悔しい。でもバーディーなかったし、そうですね、動画見てた人にはバレバレの泥仕合めっちゃバンカー入れまくっちゃった、すいません勝利した伊藤選手には広島クリニック様より賞金5万円が与えられます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれではインタビューに移りたいと思います。じゃあまず本日戦っていただいた中谷選手、はい、試合を終えてどうでしたか？そうですね、あの最初から結構取って取られてみたいな、こうどっちがパーをしのいで取るかみたいな展開だったと思うんですけど、そうですね、やっぱり最後、ね、ちょっと奥行ってしまってパー取るのが難しい状況に残してしまった、まあ、その前も、ね、バンカーばっかり出たんで何とも言えないんですけど、いっぱい課題があるので次に向けて練習します。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次に本日見事勝利を収めました、はい、はい、伊藤選手おめでとうございます。ありがとうございます。ま、だけどちょっと私も課題いっぱいですね。ドライバー結構曲げちゃいましたし、ショットアプローチはそこそこでしたけど、やっぱりパター最後全然決めきれなかったなっていうのがあったんで、ちょっとショートパットはまたこれから課題にして練習してきます。もうまた呼んでもらえた暁にはバーディをちゃんとハーフで2つ目つなぎますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、両選手とも最後まで真剣勝負ありがとうございました。リンゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございま す。引き続きあのこの対決はやっていこうと思いまして、まあ、賞金スポンサー様も募集しておりますので、まあ、興味のある方は、まあ、ぜひ概要欄をご確認お願いいたします。うん、はい、ぜひよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。頑張りますんでありがとうございます。はい、まあ、ということで、まあ、この動画がいいなと思ったらいいね、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。